どうも、こんばんは、N です。今回は東京グルインボーク新しいイベント蔓延の伝説、来ていますので早速 S に挑戦していきたいと思います。僕の金木やっとごとつしたんでね、フレンドのごとつリゼ、正月リゼかな、正月リゼなのかな、ね、わかんねえ扱いが、合わせてね使っていきたいと思います。怪我しても知らないから、まあ、トーカを連れてきた意味をちょっと今ここで考えてるんですけども、意味あったのかな。とりあえず覚醒して、久しぶりにこのスキル見るような気がする。普段スキルオフにしてるんでね、まあ、みんなしてるでしょ。ただ誕生日有馬のスキルはかっこいいね。アキラ、トーカで殴る。あれ結構柔らかいぞ。 S の割には結構道中の敵柔らかい説。あら、できれば以前のスキルここで貯めておきたかったね。スキブ使ってやりたかったんだけど。サンフロアか、リゼ貯めて、あ、貯まんなかったんだけど、マジ。まあいいや、金木貯めて、これリゼ貯めるか。あ、やべ、しくった。使えばよかった、もったいね。あ、ここまで来たらリゼをスキブ使ってやる必要はないと。金木を、おっと、リゼ使って嬉しい。あ、やべ、スキブ使ってやっちゃった俺、もしかしてしくったな。なんとスキブ使ってリズやっちゃったか。まあいいや、やべ、ハイヤーマインドさんなんだけど、怖いんだけど。さてはあれ来る、さてはあれ来る。マイエンジェル来る、これやばい。2ターンの間自分のブレイクを 150% にアップ。 OK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 、 え、来る、マジやばいんじゃないこれ、怖っ。さすがにビームは出なかったか。なんかキラキラ光ってんの、撃たれた後聖水が出てんのかもしれない、あの銃口からは。ほら、もう一発入れてやろうかな。ほら、485も、あ、死んじゃった。死んじゃったって言い方ちょっとやばかったな。僕に食われた、行っちゃった、仕方ない。はい、今のクリティカルか、素で485万なのかな、ちょっと分かんないんですけど。はい、ということで、蔓延の伝説ですか。とりあえず S クリアということで、まあ、違うパーティー使ってもう一回ぐらいやってもいいかもしれないですね。はい、リゼさんが強すぎる、ただそれだけです。はい、お疲れ様でした。また次回の授業とかでお会いしましょう。